現状の新型コロナウイルスさえも、薬剤のすべてをその新聞記者に向けること、それはできる。大賀さんの決定に従わないから、だ、薬剤はすべてそれが原因。で、ゴミが残ってる、だから、というオチの先とは何だろう。ゲームで倒す殺す、その邪悪はすべてそこに集中する。もちろん、漫画だから、それは言うがその先も、ないわけじゃないのだ。新聞記者、そのものはもういないのだが、ゲームでも復活は。ともかく今も、物語による審判は最後の期待までは至っていない。反逆者、それは絶対にいて残る。二択の選ばれなかった、負けた片方に不満が消えることはないからだ。その姿がいかに見にくいものか？は、その存在が示しはする、のだが。負けた、事実はその姿のように、否定したくてもそこにはそのまま、残る。